まとめようなんていう気に全くならんかったからさ。すぐなくなるよ。え、なに、ミンで送られたの？ミンと言ったしね。ミンの会じゃなかった。本当？広げないタイプ。カチカチの状態で。隙間だらけ。たった今試験が終わったということで、はい、スペシャルランチをあゆみさんが用意してくれました。お疲れ様ランチ。いいね。いただきます。いいネーミング。はい、どうぞ。はい、いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様です。一回外でなんかライブみたいなのがあって、その時風バー吹いて、その表の楽譜がペラペラってめくれて、それで楽器そのまま何もせえへん。なんか今までの経験でな。ブラックペッパーが、ブラックペッパーの方でもいい。今日は試験が終わったということでお祝い手巻き寿司です。お疲れご飯その2、うん、俺が生魚をほぼ食べないということで、もう生魚は切れさっぱりなくなりました。まあ余計とね、お肉とね。そうね、はい、いただきます。はい、いただきます。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はノンアル、うん、炊きたての時にでもさ、炊きたての時にタレは混ぜたけど、うん。